子どもたちへの性暴力根絶に向けた取り組みです。岡山市教育委員会は市内の学校長を集めて不祥事を防止するための研修を行いました。出席したのは岡山市の公立学校の校長およそ120人です。まず岡山市教育委員会が性暴力などを根絶するための行動指針について説明、それを踏まえて子どもたちへの指導をどのように行うべきかについて話し合いました。全国の公立学校では性暴力などを理由とした懲戒処分を受けた教職員が2022年度は242人、岡山市では昨年度3件の懲戒処分があり、対策が急がれています。国の方でもこの性暴力のことを魂の殺人というふうに強い言葉で表現しておりますが、我々としてもそういった強い思いで受け止めております。たった1件でも絶対にあってはならない徹底した取り組みを継続していきたいと思っています。また犯罪心理学から見た不祥事と対策をテーマに講演が行われ、不祥事を起こさないためには学校環境の整備が重要であるといった校長としての対応策などが紹介されました。